本日の暗号通貨ニュースですけども、個人のマイナーっていうの皆さんご存知ですか？もちろん私たちと同じようにパソコンを使って何かをしている、まあそんなね、独立業種のことですけども、こういった方がね、個人マイナーというんですよね。で、暗号通貨のトランザクションに参加していると。もしくはマイニングをしているって方なんですけどもね、こういった方が久しぶりにビットコインブロックの採取に成功して3200万円相当の報酬を得たということですよね。まあ、これがなんでニュースになるかというと、記事を読んでいただいたらわかるんですけども、現在ね、もう個人でやってるマイナーさんってほとんど報酬が得れることがないんですよ。というのがね、今は企業体とか法人っていう非常に資金とか力を持ったそういった組織がマイニングのほとんどの報酬を持っていってしまうんですよね。つまりマイニング合戦に個人はなかなか勝ててないんですよ。まあしかしその中でもね、個人マイナーが時折幸運をつかむことがあると。2024年だけでも4月、7月、8月、9月に個人マイナーが大きな報酬を手にしているということで、その一つが今回ニュースになったわけなんですよ。ただやっぱりね、個人のマイナーさんでここに書いてますけども、非常にリスクが高いと。電気代を払って高性能なパソコンを何台も用意して、そしてほとんどの場合はその投資金額を回収できることなく、ブロックの獲得報酬がなかなかできていないんですよね。で、今回はその中でも大きな報酬を得たということでニュースになったわけですけども、さあ3200万円相当の報酬を得た、その投資金額は大体いくらぐらいだったのかなと。高性能なパソコンだけでもね、やっぱり100万から200万するわけですよ。それを何台も連結したり処理するための、まあグラフィックボードを取り替えたりとか、そして膨大な電気代ね、こういったものを何年ぐらいかけてきて3200万円、2600万円と得たのかなと思うと、必ずしも割のいい仕事ではないかなと思います。ここにまとめられているのは、ソロマイニング、個人でやるマイニングはギャンブルであり、大多数の人はお金を失い報酬を得ることはないというふうに指摘されているんですよね。私もそのように思います。現在ビットコインの価格は1000万、飛んで20万、飛んで898円と。皆さんもマイニングには要注意でございます。それでは。